これより始めさせていただきます。何をしているのか、簡単にまず自己紹介させていただきます。簡単に概要を説明した上で、私が今どんな学生生活を送っているのか、その中で工夫していることについて、で今後の展望についてお話をさせていただきます。まず、自己紹介となります。現在、1998年生まれなので、ちょうど22歳になります。高校までは地元の長野県でのこう県立高校出身になります。 に進学する前にですね、1年間キャビアを取りまして、でそこからいろいろと順代に学んだり、自分なりに行動した上で、MIT のマイクロマスターズという,こう進学に立っております。で、また自分自身は会社を経営しておりまして、株式会社かけ出すというオンラインのカウンセリングサービスを運営しておりますで。こちらは登録者数が国内最大級のプラットフォームになっております。で普段、またこれとは別にですね、日本ポップコーン会とか、ポップコーンが大好きすぎて、 教会を立ち上げまして、その会長もしていたりするんですね。で、今日の題目にも入っている、この Z 世代が切り開くこの障害学習というのは何を伝えたいのか、端的に今冒頭申し上げさせていただきますと、今、私が行っている活動であったり、このキャリア自体かなり特殊なものになっているかなと思います。まあ、大学4年生の代なんですけれども、もちろん就活はしておらず、自分で起業した会社を経営しながら、それからまだ 私学生真っ最中なんですね。プログラム、現在進行形で学んでいると。えー、その上で、こう、協会の会長していたり、まあ、そういった、こう、いろんなことを取り組みながら、なぜ日本の大学に進学しなかったのか、例えばなぜギャップやを取ったのかっていうのもそうなんですけれども、この学びに対してどう捉えているのかということも含めてお話をさせていただきます。では早速、MIT のこのマイクロマスターズプログラムについて、簡単に説明をさせていただきます。これ、とにかく、 こう革新的なこう MIT の取り組みになっておりまして、まあ、何をこう伝えたいかと言いますと、まずですね、このプログラム自体、2016年にスタートしたものです。で、LX という、先ほどのお話にもありましたが、m o o c のプラットフォームのうちの一つを使っております。これは MIT が主導で元々立ち上げたこうオンラインのプラットフォームであり、 えここにて動画授業がこう公開されているわけですねで。重要な観点としては、そもそもこのマイクロマスターズの授業を受けること自体は無料であるということです。この授業自体は、つまりこう誰もが今アクセスできるということがまず特徴として挙げられます。でそこから先、まあ、このプログラムなぜまたここまでフィーチャーされているのかというと、まずこの テスト、つまりこの授業における成績のスコアによって、修士課程のフルプログラムに申請が可能になった。m o o c の概念自体、まあ、12年頃から、どんどん各大学浸透していき、日本でも一個動画授業をアップロードされているわけなんですけれども、それがこう単位互換されていったり、こうそもそもそれが修士課程のこうプログラムに満たす基準になるかというと、そうではなかったと。オンラインで修士にアプライできるものを 用意してるんですけれども、その中でも先駆けて、こうした取り組みをスタートしたということで賑わせていますで。テストの受験費用に関しては、もちろん優勝なんですけれども、これが所得に応じたこう費用負担になっているとで。金額としては100ドルか1000ドル、こう分かれてくるんですけども、これが年間のこう自分自身の収入に応じて金額が分かれていると。ここがとてもユニークなポイントでもあります。MIT 自体、こう、 学費の支払いに関しては、まあ、かなりこう、いろんなグラフションを受けていて、小学金を留学生は9割ぐらいいるんですね。で、ほとんどの方が何らかのこう、まあ、フィナンシャルエイドを受けているっていうぐらい、こう、様々なサポートをしている中で、この中でもこ、このマイクロマスターズにおいても、この受験費用でもこうしたケアをしてくれるというところがすごく特徴的かなと思います。で、続いてですね、この、 MIT の現在開講中のマイクロマスターズの講義、5つあります。サプライチェーンであったり、データエコノミクスであったり、デベロップメントポリシー、それからマニュファクチャリングだったり、データサイエンス、まあ、ファイナンスとか、いくつかあると。まあ、5つあるんですけれども、今日お話しするのは私自身が今受けているコース、まあ、それが DEDP と呼ばれているデータエコノミクス、それからデベロップメントポリシーのこのコースについてお話をさせていただきます。まず、 カリキュラムとしては3つの必修授業、それからプラス2つの選択授業で、計5つ授業、コースを受講することによって完結するものになっております。で、これはですね、ど,どんな内容かというと、この6つのうち必修の3つ、それから選択で2つ選ぶということになっています。今、太字に書いてある ミクロ経済学であったり、ランダム化された評価の設計と実行、それから社会科学者のためのデータ分析。この3つは必修の授業として挙げられています。で、また、世界の貧困問題に関するチャレンジであったり、開発政策の基礎及び先進開発経済、それから政治経済学と経済発展。この3つから2つは選択授業という形になっております。で、私自身は、 選択を何に取っているかというと、世界の貧困モデルに関するチャレンジ、それから開発政策の基礎、及び先進開発経済ということで、この5つのコースを今受講しているということになります。では、早速ですね、より詳しい内容に入っていきたいと思います。スケジュールについてです。これはですね、MIT のマイクロマスターズのですね、ページを 皆さん、アクセスすると、今、コースが何開講されているかっていうのはすぐにチェックすることができます。これちょうど今日、えっと、スクリーンショットを撮ってきたものなので、最新のものなんですけれども、えっと、3月開講のコースですね。つまり何が言いたいかというと、このカリキュラム自体ですね、数年でエントリーするタイミングっていうのが決まっているんですね。これはすごく特徴的でして、どこから受講してもいいんですけれども、この DDP においては、この 週コースと選択コース、まあそれぞれスタートの期間が定まっていると。このスタートの期間にエントリーして授業を開始すると、まあ、ここから先カリキュに乗っていくという形になっています。でですね、これテストだったり提出物の締め切り、日本時間だと火曜日の午前8時45分ぐらいが締め切りで、まあそこからまた1時間後ぐらいに、えっと、また次の1週間の授業が公開されて、 で、またそこに、こう、必要な提出物のエッセイだったり、こう、テストが、また届くと。で、それを、どんどん、どんどん、一週間ずつ、こう、やっていくという形になっています。なので、これ、エントリーして、こう、授業開講してからは、まあ、一週間ことを区切られていくと。そんなイメージで進んでいきます。で、ここから先、こう、まあ、大学には、今あった、この、収支過程にアプロイするまでの、こう、ステップがどんなものなのかと、いうと、まあ、簡潔に言うと、5つ、 えー、フェーズがあります。まず、マイクロマスターズの各コースを受講すること。まあ、これはマイクロマスターズ1対 MITM は5つ出してるんですけれども、そのうちのどれか1つでいいです。でこの各コースっていうのはさっきの、えっと、授業のことを指します。この、えっと、コースにおいて、まあ、これを受講してもらうと。で、それから、えー、サーティフィケーションを取得する。これはですね、えっと、授業を受講した後に、まあ、こう、証明書のようなものが発行できるので、 これを取得した上で最終試験に臨む。で、この最終試験を終えますと、最終的にこのマイクロマスターズの修了証というものを受け取ることができます。で、この修了証をもとに修士課程に申し込むことができるという過程になっております。で、実際じゃあどんな人が参加しているのかということで、概要を MIT から、あの、いくつか公開データから持ってきたものなんですけれども、 生徒の平均年齢はだいたい30歳ぐらい、社会人経験3年から8年ぐらい積む人が多いということです。でこれまで79カ国から聴講者がいると、まあ、かなりこう、各国から参加しております。もちろん、授業は全て英語なんですけれども、すで既にコース終了者、えっとですね、2000名を超えており、2017年の段階ではですね、1100人が終了しで、そこから622名が合格。 で、40人が大学院のプログラムに進学、入学しているということです。これはマイクロマスターズの5つのコースすべて合わせた人数ということです。では、ここからですね、自身がじゃ普段どうしてるのかということをちょっとまとめていきます。えー、受講してみての感想からまずお話しさせていただきますと、普段こんな感じでノートを取って、とにかく大変です。これは想像に固くないわけなんですけれども、もうとにかく難しいというのはもう言うまでもないと。 いうことですね。で、普段の学習方法、ちょっと説明していきますと、動画は2周しています。1周目1.5倍速とかで、えー、まず全体の概要をつかむ。で、2周目に0.8倍速、もしくは1.0倍速に見て、えー、今この画面映ってるよに、隣にこうスクリプトを出せるんですね。で、そのスクリプトを見ながら、まあ聞いてて分かんない単語、理解できない単語っていうのは、 えっと、ポップアップで辞書を出して、で、そこで検索して、えー、知識を補ったり、えー、メモのノートをテクという感じでやっています。次に、えっと、た、普通にこの授業を聞いてるだけだと、チンプンカンプになってしまうと。えー、基礎的な、こう、A、単語としては、NGSL と NAWL、えー、これを叩き込みました。2800単語 NGSL、これによって、こう、大体、 会話による出てくる英語の9割ぐらいが網羅できるんですけども、それに加えて NAWL っていう学術,的学術的な単語も一部こう自分の中でインストールした上で、プラスアルファは都度検索していくという形で学習をしています。で3つ目に SNS の活用ですね。要点をこんな形で Twitter にまとめて理解度をアップさせてで、かつハッシュタグで自分自身学びの振り返りをしながら、これはセルフピアプレッションと。 ということで、こうやって SNS に上げることで、え周りから、えっと、いいねがつく。で、これがえ自分の中で周りに学生がいなくって、こう、勉強するモチベーションが吐かなかったりえ、どっかで止まっちゃうと。m ク x のリ,ラクリターンシッは本当に高いんですけれども、これを自分でなんとかクリアしようということで、こんな感じでまとめています。最後にまとめになります。m ク x の未来と日本の未来ということで、 私なりにこれをこう自分で受講してきて、で、かつ、こう、日本国内で、このマイクロマスターズ受講してる人と、まあ過去、えー、触れ合ったことはないんですね。つまり外国の、こう、一緒に受講してる人としかコミュニケーションが取ったこと、ないんですけれども、まあとにかく、こう、自分なりにでてきたこの価値としては、これからの時代において最高の学び方になるだろうということは強くあります。やりたいことが明確。 普段自分のこう考えていることがもうすでにこうキャリアとして描けている。で、それから世界最高峰の地に触れたいという人にとっては本当にベストな手段だろうというふうに考えます。だってこれからの時代はますますこうした知識自体の価値は減っていく。もっと言うと MIT に限らず m o o スのプラットフォーム上にはたくさんこう世界最高峰の知識、それこそこの DDP のプログラムにおいても テットで登壇してる人の授業を聞けるんですねで。こんなエキサイティングなことはないと。私自身、このエディック x のこうサイト開くたびに、とにかくワクワクする。で、そんなこう知的好奇心を持っているのであれば、まず間違いなく、これから先、日本の優秀な学生層っていうのは、こうした学び方になっていくだろうということを感じます。ということで、私の今日はまとめとしては、え世代が切り開く障害学習のあり方ということでした。どうもありがとうございます。